それではこれから宇宙教育プロジェクトの概要について説明をします。今回のプロジェクトは大きく2つに分かれています。一つは高校生主体の人工衛星開発から運用までを行う人工衛星班の活動、もう一つは宇宙をテーマにした探究学習プログラムを開発し、クラーク記念国際高等学校全キャンパスの生徒たちが宇宙や地球環境に目を向けるきっかけを作る。高校生が衛星作るって、これはまあ途方もないチャレンジですね。これに支援する立場になることができて大変ワクワクしていると同時に光栄に思っております。日本には今宇宙チャレンジワクワクドキドキが足りないというふうに思っているんですけれども、こういったプロジェクトがですね、本当に大きく広がってチャレンジはかっこいいという動きがですね、広がったらいいなというふうに思っております。私ももうずっと宇宙を目指してきているわけで、来たわけですけれども、やっぱり宇宙を目指すというのは結構難しいです。で、難しいからこそきっとその過程で多くの学び、喜びがあると思います。ですので実際に宇宙探究部に関わる生徒さんは、その過程一つ一つを大切にしてほしいなと思います。クラークネクスト東京に入学したら宇宙探究部ができると聞いて、昔思った夢と今好きでやっていることを一緒にできると思い、入部を決意しました。なのでこの思いを胸に宇宙探究部で頑張っていこうと思うので、よろしくお願いいたします。元から宇宙が好きだった人にはもちろん、今まで宇宙に興味がなかった人、そして宇宙の魅力を忘れかけていた人にとって、このプロジェクトが宇宙に目を向けるきっかけになるよう精一杯お手伝いができたらなと思っています。The main focus we want to talk about in this project is for more people to have fun during hard times. We are in a pandemic and we are feeling down. And I hope this project will make people's hearts go up like the satellite we are building. 私は学生や高校生を代表して言いたいことがあります。高校生は世間が思っているほど落ち込んでいない。このような中でも常に上を見ていると。そう伝えたいです。素直な本当の高校生としての姿を伝えられるよう努力していきます。よろしくお願いします。